前回のあらすじ。なんか始まったぞ。おじい、大丈夫？やばい、面白すぎる。こんなギャグゲーだったのか。大丈夫かな、おじいファイト。あね、あれやば。おじい。おじい、去年73歳、ハブにやられる。ねえ、おば、この島ではヤギを飼っているんだね。あーい、ヒージャーね。ヒージャー汁は美味しいし、精力もつくからね。え、あれって食用なの？おばあ、しらばっくれる。ってことで沖縄始まるよ。どういうことだよ。ともこねえねえお目覚め。よく寝た。さあ、起きよう。毎朝の睨み合い。してません。そろそろ精神祭の日が近くなってきたね。お祭りの日っていつなの？4月の3日だから、あと5日だね。へえ。お祭りか、それは楽しみ。日差しが強くなってきたけど、トモコはあんまり焼けてこないね。島の人とは肌の作りが違うのかね。何言ってんだこいつ。トモコ、心の声。おめえの声だろ。ちょっと今回も集落の外行くぜ。相変わらず綺麗な自然です。お、久々登場大輔。島唯一の同年代。話しかけますか。こう見えて高校生です。うん、今のはナイス補足。大輔、オス、人間で言うと17歳。人間だよ。うん、まあ、そんなとこ。何してるの？墓の掃除さ。おばあに、あんたがしておきなさいって言われてよ。おばあ、男遣いが荒いです。これって、お墓なのね。そうだよ。亀甲墓っていうのさ。亀の甲羅の形してるだろ。これだけ大きいと掃除も大変だね。なんかともこねえねえぎこちない喋り方な、それ思った。そうなんだ。両者、いがみ合い。いがみ合ってねえだろ。それじゃあ、お掃除頑張ってね。ともこ、冷たいぞ。バイ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 。どんだけ別れたいんだ。あ、おい、もう行ってしまうのか。まあそう思うのも無理ないですね。何急いでる。何か用事でもあるのか。別に。この後二人に急展開。何もねえだろ。ゴリラと人間のハーフです。パパもママも人間です。なんかお前、いつも急いでるよな。いつもっていうほど、私のこと見てないでしょ。ふふ、24時間監視してるぞ、大輔、心の声。ちょっとナレーション、今回飛ばしすぎな。いや、お前だけの話じゃないさ。島の外から来た人間は、大抵そうだっていう話さ。急いでる感じがするってこと？そうだな。まあ、夏子姉さんとかまた別だけど。そうかな。私から見ればこの島の人ってのんびりしすぎに感じるけど。この島のとある老人。じいちゃんな。そろそろ黙れ。でも急ぐ理由は別にないだろ。ここでは急ぐだけ損だよ。ウチナータイムって言葉知ってるか。今の時期はまだいいけど、時期に若夏の季節になるさ。その時に冬からそんなに動き回ってたら暑さでへばってしまうよ。若夏？梅雨の前の暑くなる季節さ。それから梅雨が来て、梅雨が明ければ本格的に夏が来る。へえ。
ああ、俺って物知り。大輔心の声、今度は貴様か。と、やばいな。梅雨の話をしてたらこれだからよ。どうした？え？風の匂いが変わった。一雨来るよ、風の匂いが変わった。一雨来るよ。こいつ天才か。どっかの航海士みたい。本当なの？傘ないよ。その後、雨が降ることはなかった。言っただろ、ちゃんと。いいから、こっち。大好きすぎー。見事に降ってきました。何を降らしとんじゃー。本日の天気、雨時々おじい、たまにあるある、ねえ。本当に降ってきた。だから言ったさ、感覚が鋭いからな俺は。威張ってる場合じゃないでしょ。大輔くんが意味もなく引き止めるから雨に降られちゃったじゃない。トモコ、マジで。確かにご立腹。これはしばらく雨宿りしないとダメだな。夏の雨なら一通り降ればすぐ止むんだけどな。この後二人の関係が。だから何もねえだろ。何かある感出すんじゃない。また出た。そしていいとこで止まった。やんでくれないと困っちゃうよ。あ、でも。でも何？なんかすごい草の香りがする。初めて気づいた。島に来てからずっと鼻詰まってたのバイトモコ、黙れ。さっきもうすぐ若夏が来るって言ったさな。その前、今の季節はフリーズンっていうわけ。フリーズン、雨が土に氷を与えるっていう意味さ。この雨で冬を越えた素焼きが青々と元気になっていくわけよ。そうなんだ。サイドン、ここに当てはまるポケモンはソーナンスだけだよ。そうなの？ようやく雨も上がったようです。雨宿りすること76時間。一回上やんけ。ああ、やっとやんだみたい。うん。ふぅ、やれやれやっさ。よいしょっと。おい、絶対びちょびちょなるだろ。あ、今見ると冬だからアホみたいですが、ここは春の沖縄、めっちゃ暑いのだ。雨が止んだばっかりでこんなとこに寝たら濡れちゃうよ。いちいち気にするな。気持ちいいから。まず、はい。気持ちよさそう。わあ、草の匂い。涼しくて気持ちいいね。だから言ったさ。ま、のんびり行こう。そうそう、のんびりのんびり。はい、見てみ。虹が出てる。わあ。お、ユーティフォー。すごい、まん丸だね。当たり前だろう。ううん、初めて見たよ。いつもは虹が出たって建物に隠れててほんのちょっとしか見えないんだよ。ああ、なるほど。トモコ、東京在住の。そういうナレーションはぐっと。そうだね。あー、なんかいいね。私寝ちゃいそう。寝るな、危ないぞ。横に大好きだぞ。そういうナレーションはバット。大好き。誰か来たみたい。なんだ、おじいか。いや違うでしょ。しずの。は？なんでこんな BGM。
そのおばあ、ずっとトモコのおばあかと思ってた。同じく。やっぱりサボってからに。サボってないよ。掃除はちゃんとやってた。そしたら雨が降ってきてから。降ってきたからサボった。弁解するな。おばあにバラすからね。覚悟しなさいよ。出た。クラスに一人はいるという作ります。何やさ、本当に。ごめん、ちょっと野暮用ができてよ。俺はこれで帰ろうな。じゃあまたな。妹かな。何事。まあいっか、あたしも帰ろうっと。ということで、トモコ帰宅。トモコ、キッキャっていう鳴き声聞こえるね。うん、聞こえるよ。これって何？家を守ってくれるヤールーの声さ。よく家の中にも入ってくるよ。ダメダメ。私は10代はダメなの。ってことで、おじい盛りだくさんでした。本物は一回も出てきてねえ。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか。恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。